さあ、ここは東京都新宿区小田急線の新宿駅です。今回はこの新宿駅から小田急線で本厚木駅を目指したいと思います。まあ、本厚木でしたら多くの人は急行や快速急行、急いでいる人はロマンスカーを使うと思いますが、そんな早い電車には乗りません。今回乗車しますのはこちら9時55分発各駅停車の本厚木行きです。至って普通の小田急線の各駅停車に見えますが、この電車なんと途中10回抜かれて本厚木に向かいます。ということで今回は10回抜かれる小田急線の各駅停車に乗車していきます。車両は主力車両の3000系の8両編成です。この車両座席が硬いことで有名ですね。さあ、新宿駅を発車します。本厚木までの長い各駅停車旅がスタートします。今回は対比がテーマですので、対比をする駅を中心に扱います。終点の本厚木までの所要時間は1時間32分。同じ時間帯の快速急行ですと49分で着きますから、いかに各駅停車が遅いのかがわかると思います。小田急線の日中時間帯の各駅停車は基本的に本厚木行きです。しかしそのほとんどは8本くらいしか対比しない電車でして、10本抜かれるのはこの電車だけのようでした。各駅停車は新宿駅は地下ホームからの発車となっております。地上に出るまで少し時間がかかります。さて、電車は代々木上原駅を発車します。ここから先は福福線区間に入るため、優等電車にたくさん抜かれていきます。上戸駅までは一体何本抜かれるのでしょうか。ちなみに新宿から代々木上原の間には対比可能な駅はございません。上り電車は代々木上原からはどの電車であっても新宿駅まで先着していきます。代々木上原を出ると電車はすぐに地下に潜ります。この辺りは小田急線の福福線区間の中でも最後に整備された区間となっております。そして電車は下北沢駅を発車します。この駅は各駅停車と準急が主に使うホームと急行や快速急行が通るホームの2つに分かれている構造となっております。ちょうどこの区間で新宿駅を10時ちょうどに発車したスーパー箱根7号に抜かれております。仕方がないことですが、1本目が映せないのは正直残念です。ただこの後は全ての追い抜きをご紹介できますので、最後までよろしくお願いします。まもなく電車は経堂駅に到着します。右側見えますかね。ちょうど経堂駅を電車が通過していきます。あちらは新宿駅を10時1分に発車した快速急行の小田原駅です。2本目ですね。やっと皆様に今回抜かれる姿をお見せできました。福福線区間というのはいつ抜かれるかがわからないので、危うく取り逃しそうになりました。3本目です。こちらは新宿駅を10時3分に発車した快速急行の片瀬江ノ島駅です。今後の動向が気になる8000系車両で運用されておりました。ただ意外にも成城学園前駅では特に待ち合わせはなく、そのまますぐに発車していきます。さて、今度は JR 線の E233 系に抜かれました。こちらは代々木上原駅を9分後に発車した急行向こう側岡遊園駅です。これで4本目の追い抜き、すでに10分近く差がついた電車に抜かれております。さて、福福線区間が終了する上戸駅に到着します。ギリギリさっきの向こう側岡遊園駅には乗れないようです。さあ、上戸駅に到着しました。ここでは7分待ちだそうです。何人に抜かれるのでしょうか。電光掲示板を見ますと、この駅では2本抜かれるようですね。急行小田原行き、そして通過電車だということです。さあ、こちらが上戸駅1本目ですね。新宿駅を10時10分に発車した急行の小田原行きでございます。まだ上戸なのにもう15分差の電車に抜かれております。本当に各駅停車が遅いことがよくわかります。地下鉄直通にも対応の4000系車両でした。これで5本抜かれたことになります。まだ5本ですよ。今日は10本抜かれますので、あと5本抜かれることになっております。6本目は新宿駅を10時20分に発車したスーパー箱根9号です。小田原までノンストップ MSE 車両が使用されております。上戸駅を発車してすぐにお隣の向こう側岡遊園駅に到着します。各駅停車は上戸駅か向こう側岡遊園駅のどちらかで対比を行うことになっております。
そのため上戸駅で各駅停車が2分間隔で発車する現象も起きるようです。この電車は上戸駅で待避を行いましたので、向こう側開運駅では何も抜かれません。上戸から先、生田、読売ランド前、百合ヶ丘は準急と各駅停車のみが停車する駅となっております。そのうち準急は日中は走りませんので、この各駅停車が重宝されます。駅の数的、そして所要時間的にもちょうど半分くらいが経過しました。さて、まもなく電車は新百合ヶ丘駅に到着します。こちらも左側待避線に入線します。新百合ヶ丘駅は唐木田方面、多摩線との分岐駅となっております。ということで、新百合ヶ丘駅に到着しました。ここでは8分待ちです。上戸駅と合わせて待避だけで15分使っております。そして抜かれる本数が多いので、この各駅停車の案内はまだ表示されておりません。さあ、新百合ヶ丘駅の1本目、本日合計7本目は新宿駅を10時21分に発車した快速急行の片瀬江ノ島行きです。もう各駅停車の役割はこの先の通過駅に行く人のための接続電車となっております。新百合ヶ丘駅の2本目、本日8本目の電車は新宿駅を10時26分に発車した箱根57号です。新百合ヶ丘駅に停車する特急はそんなに多くはありません。この箱根57号は本厚木駅と相模大野駅以外のロマンスカーの停車駅には全て止まる大量停車型の特急ロマンスカーとなっております。そして次に抜かれる電車はまさかの回送電車でした。こちらは時刻表に載ってはおりませんので、結局合計11本抜かれるということですね。皆様にも映像として10本抜かれるところをお届けできそうです。さあ、やっと新百合ヶ丘駅を発車します。新宿駅を発車してから1時間が経とうとしているところですが、意外にも運転士さんも交代することなく運転を続けております。結構長めの乗務となっているようです。安全そして丁寧な運転ありがとうございます。回送電車を除いてもあと抜かれるのは2本となりました。次はどの駅で抜かれるのでしょうか。まもなく電車は東京都の町田駅に到着します。町田駅にはなんと本線に停車するようです。意外なことに待ち合わせなどは一切行わないようです。今までたくさん停車してきたのに町田駅での停車時間は0分、ちょっと両極端すぎる気もします。そしてその先の相模大野駅でも待ち合わせは全くございません。向かい側に江ノ島線の各駅停車がいるからでしょうが、それにしても小田急線のダイヤは不思議だなと感じます。ゆっくり電車が走っておりますが、まもなく電車は総武台前駅に到着します。総武台前駅は各駅停車と準急のみの停車駅となっております。ここは待避線の到着、今回最後の待避です。何に抜かれるのでしょうか。見ていきましょう。さあ、総武台前駅に着きました。ここでも電光掲示板を見ますと通過が2本ということですね。下には今度の発車は11時17分発の各駅停車本厚木行きですと表示されております。またこの点々点が申し訳なさそうな感じが出ていいですね。総武台前駅の1本目は新宿駅を10時30分に発車した急行の小田原行きです。もう30分以上後に発車した電車ですからね。新宿で30分もあれば何でもできちゃいますから、いかにこの各駅停車が呪いのかがわかります。これで合計9本、あと1本というところまで来ました。そして最後の1本、こちらは新宿駅を10時40分に発車した特急富士山3号です。新宿駅の10時台というのはたくさん特急電車が運転されます。その中に富士山も含まれていたということです。今回も特急電車には合計4回抜かれました。総武台前駅を発車します。これで全待避が終了です。回送電車を含めて11本抜かれたということですね。総武台前駅から本厚木駅までは4駅で10分、電車はラストスパートをかけていきます。今回抜かれた電車をまとめますと、上戸駅までの副区線区間でスーパー箱根7号と快速急行小田原駅、快速急行江ノ島駅、急行向こう側か遊園駅に、上戸駅で急行小田原駅、スーパー箱根急行、新百合ヶ丘駅で快速急行片瀬江ノ島行き、箱根57号、そしてまさかの回送電車に、総武台前駅で急行小田原駅と
富士山3号に向かれたということになります。計11本多すぎです。終点の本厚木駅に到着します。はい、お疲れ様でした。終点の本厚木駅に到着です。本厚木はまさかの本線に到着するということで、この駅こそ大線を使えよと思ってしまいましたが、高速の電車の都合でこうなっているようでした。ということで今回は10回いや11回抜かれる小田急線の各駅停車の紹介でした。最後まで長い間ご視聴いただきありがとうございました。